おっす。ほら、あっきゅう。業務スーパーで買える美味しいおつまみ紹介したいと思うよ。今回はね、ようやくね、ランキングの発表もね、していこうと思うんだよね。最後まで見てくれたらいいと思うよ。お買い物する時の参考にしてくれたらいいと思うよ。まだね、前回の動画とか見てない人はね、こっちからね、見てくれたらいいと思うよ。それでは、ダイジェスト、スターティン。食べていきたいと思います。うん。あ、美味しい。もうこことあってね、これをつまみにいいよね。牡蠣の燻製、焼き鳥、うん、焼き鳥っぽくないよね。なんだろうこれ、謎に。カリカリに焼きましたチーズポテト。ハムローストでいただきます。かもなく、不可もなく、ハムだね。鶏皮、これ塩まぶして。玉こんで、うん、濃い系のしっかりした、うん、ちゃんじゃ美味しいよね。唐揚げいってみます。もも串、監督だってみんなそれぞれ近づけて忠実なんで。見てこれ、でかい生フランクフルト。つくねです。これアッキューおすすめ、はい、4種のペッパー入ったチーズです。これで全部かな。終了終了、ね、パチ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 。あっけ、後で編集して気づいたんだけど、7番抜けてたからね。15品紹介したんだけど、その中であっけのベスト3とゆずのベスト3参考にしてみたらいいと思うよ。それでは本編中散歩スターティン。そういうわけでね、ランキングをちょっとつけてみました。ビールに合うベスト3発表してください。はい、第3位、こだわり生フランクハーブ味です。美味しいね、あれ。本格的だよね、うん、いいと思うよ、いいと思うよ。アッキューの第3位、馬刺し。冷凍でパック、真空パックになってる、うん、見た目ね、見た目全然、ね、食欲そそらない、うん、切った時点から、ねうん、あ、これいけんじゃないみたいな。あの料亭とかで出てきたらね、騙されちゃう。1200円の味するよね。する。生生姜とかね、ニンニクをつけたりすると、うん、本格的な味。ゆずの第2位、スモークカキ缶詰。美味しかったね。美味しい。ちょっとすごいスモーキー、うん、塩味がもうちょっとあるといいなっていう感じなんだけど、うんうん、塩味は自分でね、うん、塩足せば、ね、塩足せば。秋の第2位はベビーチーズ4種のペッパーです。すごい美味しいから、うん、買った方がいいと思うよ。ゆずのランキング第1位はロース馬刺し。秋の第3位ですね。美味しいもんね。やっぱ美味しかったですね、うん、しっかりしたお肉って感じだよね。中散歩。動画の途中なんですけども、ちゃんと撮ったつもりだったんですけども、どうやら動画がね、またしても撮れてなかったというね。確認したつもりだったんですけどね。あっきゅうの1位はね、あのゆずの第3位のこだわり生フランク。というわけでね、ゆずのベスト3、あっきゅうのベスト3、この辺に出しときますが、2人とも共通して入ってるのはね、ロース馬刺し、こだわり生フランク。この2つはね、本当にね、めちゃくちゃ美味しかった。こだわり生フランクなんてね、8本だと思ってたんだけど、10本入ってるんだよね。全部で1キロだからね、800円ぐらい。相当安いと思うんだよね。ロース馬刺しもね、量が選べるから、もう試しにね、ちょっと食べてみるっていうこともできるんで、お刺身にしたら結構な量になるんで、割高感は全然ない。あの業数ね、他のものが安いんで、今回あんまり安く感じないかもしれないけど、実際超安いし美味しいし、アッキューの2位のねベビーチーズ、ちょっとバッタモンみたいな感じだけどね、もう別にね全く同じだよ味とか。ゆずの選んだあれもね、300円ぐらいする感じのクオリティだよね。あれもね、全然コスパがめちゃくちゃいいんで、ぜひ買ってみて。あっきゅうね、業務スーパーのこと業スーって呼んでるんだけど、みんなはなんて呼んでるのかな。業中みたいとかやめちゃう。ね、全然関係ないんだけどね、あっきゅうのね、仲間のバンドに、ことぶき業中っていうバンドがいるんだけど、ことぶき業中って、ね、すごい名前だね。あっきゅうのバンドもね、変な名前だけどね。まあ、ロックだからね。ロックって言えばね、鬼塚千尋さん。昭和のロックって感じだよね。鬼塚さん、あんたロックだよ。いいと思うよ。いや、よくダメだね。よくないよ。でもね、ロックってそういうとこあるよね。鬼塚さん、頑張って、早く戻ってきて。あ、でもね、救急車に迷くないね。助けに来てくれた人だからね。救急車はまあ、やめとこう。捕まえに来たパトカーに蹴り入れるぐらいにしとこう。
どっちにしろあんま良くないけど、ロックだから、ロックだから、ロックだから、鬼塚さん頑張ってってこと。ピカッと。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとう。森尾と中散歩でした。ガオー。